災害などによる断水に備え、地下水を汲み上げて医療用の水として確保するための設備が和歌山市の病院に整備され、今日竣工式が行われました。今日、和歌山市木の本の和歌山労災病院で行われた地下水汲み上げ浄化センターの竣工式には、関係者らおよそ60人が出席し、南條紀志夫病院長が挨拶したのに続いて、関係者がテープカットをして完成を祝いました。和歌山労災病院は平成24年に県から災害拠点病院の指定を受け、和歌山市北部地域の拠点として災害に備えた体制整備を進めてきました。令和3年に五十谷水管橋が崩落した際には大規模な診療制限は避けられたものの、継続した医療を提供するための水道インフラの整備が課題として浮かび上がりました。敷地内に整備された設備は広さおよそ100平方メートルで、汲み上げた地下水を飲料水としても利用できるようろ過し、医療用水を確保します。1時間あたりの給水量は13トンと、これまでの給水能力のおよそ4倍に増加。断水の際は地域住民の飲み水のほか、トイレや洗濯などの生活用水としても活用できるということです。大災害に強い病院というのはもう地域の住民がみんな望んでいることですので、それの強化に努めているところであります。内視鏡の機械を洗う、もうそんなことも絶対に水がきれいな水がなかったらできませんし、もう水は不可欠です。そういう意味ではもう水を確保するのは非常に重要な点で、この面では病院はこれから水に対して不安はなくなったと思っています。